ワールド1キャッスル NSMB、ワールド1キャッスル、キャッスルって書いてることは多分ボスがいるのかな。ただ何かを倒してからゴールってそういう条件書いてないんで、まあワン、もしかしたらいない可能性もあるから、それもちゃんと加味して、そうだね。あーでも、あ、アイテム取りたいところなんだけど、ちょっとこの差はちょっとね、あんまり、いいじゃん、あー、つきゃいけないよ。ほいそ、ないの、ないんだったらちょっと、多分ない、おー、きー、あの、じゃあ、ゆっくり行こう、じゃあ、ゆっくり行って、アイテムとかも、ちょっと、ここ、そうね、こ、ん、もう、ゆっくり行こう。で、中間でアイテムは通れないか、じゃあ、多分ここ、さすがにあるよな。高い。危ない。ゆっくり行こう。で、アイテム取ったとしても、溶岩に当たったら一発じゃんで、そこちゃんと、考えてね。大丈夫。でも、ここまでちゃんとしてるってことは、多分ワンチャンボスがいるんだよな。ここまで来たら、なんか、ボスいらない。何これ、どっちでもいいか、はい。やっぱいるよな、多分ボス。ちゃんと作ってる、絶対いるわ。いるけど無視しゃーが。で、それとデザート。コース名が全く頭に入ってなかった。どういうコースか全く分かんないんだけど、とりあえず、必要、なんかさっきのコインが入ってたから、そうだね、コインとかが結構入ってる感じのコースだと思うんで、あいつ、アイテムは全部無視して、じゃあ取って、それ絶対取っ、あ、ごめん、どんまいなんだけど、あいつは、ゴールかと思ったら違うんか、あいつどこまで行ってる、結構すげえ先行ってんの、あいつ全然見えなく、結構俺も早く行ってると思うんだけど、あいつ消えた、ここか、多分3秒ぐらいの差があると思うんだけど、あそこの、あ、ここでなんかできないか、プラネットワールド、ちょっと待って、あいつでもそんなに、いや、うめえな、全然うめえわ、全然うまいんで、どっかで止まるところ、いや、うん、こいつ、あいつ食らなかった、あいつ食らなかったか、これどういうこと、普通に俺がこれ押さなきゃダメだよね。そう、何がしたかったのかよくわかんないけど、いいよ、もうこのゲームよくわかんない、このゲームに理解を求めるのか、俺は悪い。これトーンして、そうっすよ、そうなんだけど、これごめん、一回ちょっと待って、あ、じゃあ、ちょっとアイテム取りたかったけど、いいや、あいつ先行っちゃうから、そうだね、これはちょっとこうしても、なんか勝てそうか、ええごめん、全く意識向いてなかった、本当にごめんね、本当にごめんね、ただ勝つから許して、こっちじゃない、いつ行くか、ちょっと待って、これどうするか、一回上に戻ってアイテム取っ、あ、これ積んだよね、オッケー、積んだのか、これ積んだよね、オッケー、積んだので、ね、一回、はい、とりあえず、もう積んだから、これでもやり直さなきゃダメなんか、これでもね、そうだよね。まあ、でもこれは、正直よかった。今の、もし、もし、ね、なってたら、絶対俺じゃなくて、こいつらになってたと思うから、やっぱそうだね。この先がすぐにドカンがれてくる。これ、やり直そう。こいつら、こっちに来させない。こっちに来させないで、一回やり直させて、こっちがすぐにドカンがれてることを、あいつに、分からせないようにするわ。こっちにもう行かせない。行かせないようにして、そうだね、この先にすぐに土管があるって、これはめちゃくちゃでかいと思う。そうすれば、ここまでアイテムを摂取 して、ここで存分に使えるわけだ。そこがマジでかいと思うから、とりあえずここはちゃんとゴールキーパーして、あとはピンクだけ、お前何を頑張るんだ、早くしてくれ。マリオ、あ、OK。まあ、これは大丈夫だ、ブロックしない。全然大丈夫。やばいやつはもう全然300秒とか全然しないからな。オッケー、じゃあ、あそこですごい全然時間食うから、ここら辺とか全然アイテム取って、危ない、アイテム取って、やべない。あ、ここ全部ないの、まさか。なかったわ、まさかのなかったわ。じゃあ、ゆっくりって、あ、そうだね、こっから辺がめっちゃ難しくなるから、いいよ、取っていいよ、全然取っていい。取って、オッケー。取っといて、で、先、ごめん、これは、とりあえず、先に あいつ行っても、あんまり意味ないと思うんで、あそこで、ね、道を作るところがあると思うから、あそこで、ね、結局、時間食うことになると思うから、このフラワーできるだけキープして、それで行きましょうか。そうね、ここがなんかゴールもどきのところがあって、懐かしいな、めちゃくちゃ懐かしいわ。で、先に行ってるのが、マリオと、青だよね。青が先に行ってるんで、まあまあゆっくり行きましょう。ここでね、フラワーを取って、行きます。フラワーで行きましょうか。で、そうだね、なんだっけ、ブロックを壊すところだとか、あと、豆の木とか結構時間食うところから、全然こんぐらいでゆっくり大丈夫だよ。ゆっくり行っていきましょうよ。はい。何してんの?そう。またやったら、もう教えたよな、お前に。じゃあ、こっち向いて。そうそう。やっと来た。
別に俺奪う気ないから、お前です落ち着いてくれ、マジ奪う気ないから。そういいか、大丈夫、ありがとう。でここが最後じゃないから、別にこいつみたいになんかバカみたいに騒ぐんじゃなくて、ね、クールに立ち回ります。まだまだ全然ありますよ。でもいつ土管、こいつはいつ土管があるか分かんないと思うから、そうやって焦っちゃうんだよ。僕みたいにちゃんと分かってますからね、僕は分かってるんで。はい、といいよ、そうやってもうずっと焦ってな。で待って、こいつもでもフラワーなんだよな。トン、まずこの次だよね。ここが先がすぐに土管があるから、たださっきみたいに積んじゃうのが一番怖いから。いや待って、これどうするの、あ、これでいいんか。ちょっとやっぱさっきみたいに積んじゃうやつ、ちょっとやめろ。やっと来た。で、ここはダメージ食らっちゃう。この先がすぐに土管なのに。ああ死ぬほどごめん。リラクシングコインサーチ8枚すべ、あ、すべてすべてって書いてあるってことは、そうですね、このコースにはすべて8枚しかないから、そのすべてを取っていきましょうっていうコースなんだけど、まあ、とりあえずはすべてはどういうコースか全く分かんない。あ、ここか。じゃあちょっと、とりあえずそうね、ゴールがどこにあるかを把握しておきたかったから、まあ、それ次はコインがどこにあるか、そしてアイテムがあったらできれば取りたいんだけど、これなんだ、右なんだ、その右の空間なんなんだ。でなんかスコアが100あるってことは、誰か多分1個取ったんだね。スコアが100、いや、なん、多分ワンアップもあるからな。なんかそれでなんかね、から変わっちゃうな。でコインがマジで見当たんない、右なかったよね、俺ら右調べたもんね、青マジで右し、あ、なるほど、そういうのがあるんか。で今そういうの気づいた、俺らはマジでパーフェクトだぞ、大丈夫だ。1個、でもなんかスコアがなんかわかんねえな。あ、やべ、誰か全然気づいた、みんな。俺だけだった。みんな気づいたんだ。やばい、じゃあどうしよう。と、奪う方に回るか。ただ、この重力が少ない状態で奪うのってガチでむずいんだよな。何枚かわかんないけど、どうしよう。どこで回すのが正解なんだ。ここ、違うか。いや、これ、重力少ないから奪うのむずいから、できれば8枚目は取りたいんだけど、右にはもうない。おそらく右にはもうないでしょ。右にはないので、そこじゃね？ありがとう。マリメ3周年記念超爽快コース、スペシャルコース、爽快コースはそうっすね、もう対戦モードになるともう一気に違うモードになってしまう。もう全然爽快しない。どいて、なんか鍵めちゃくちゃ持ってるけど、え、何、そっちも鍵あるんだよね、それ何なの、帰ってくるのか。いやでもそういうことでもない、鍵めちゃくちゃあるな、初めて見たわ。なんか1個俺のところにくれたし、2個くれた、いやくれてないんか、鍵の奇跡がある。ちょっと追いつけなくなっちゃった。いや、どうしよう。じゃあこっちから行って、ちょっといらないすぐに戻りたいんだったら、俺すぐにちょっとこっち行ったい、ね、で、お前も来たんか、結局お前も来たの。じゃあちょっとゴールキーパーになっちゃった、これやばいんだけど。ギブアップしていいと思う、どうだろう。でじゃあ俺がそっち壊すことによって、で俺誰か、お前鍵持ってんか。で結局あそこの鍵は結局何だったんで、俺が鍵を持ってるのか分かんない、光りすぎて分かんないって、俺まず鍵必要なのかどうか分かんない。これで話せって方が難しい。どうすりゃいいんだよ。あ、でも一応なんかピンカ持ってるっぽいね。俺は持ってなかった。で、勝ったらしい。嬉しくねえ。